クラブである。2010年までの名称は、US プロベルチェ c リ。セリエ A の通算最多得点記録を持つシルビオピオラ、がそのキャリアの最初に在籍したのがプロベルチェリであり、ホームスタジアムには、彼の名を冠して、スタディオシルビオピオラとしている。2021から2022シーズンは、セリエ C 所属。 クラブは1892年に体操クラブ SG プロベルチェッリとして創設され、1903年にサッカー部門が作られた。1908年にイタリア選手権一部に初昇格、この頃に US プロベルチェッリと名前も変え、同年から1909年にかけて2年連続で優勝した。1909から10シーズンは、 プレイオフでインテルに敗れて2位で終えたが、続く1910から11シーズンから1912から13シーズンまでは3連覇した。第一次世界大戦による休止期間を経て、1920から21シーズンから1921から22シーズンまで、再び選手権を連覇したから離脱して、新団体を立ち上げたため、 現在1921から22シーズンには公式な優勝クラブが2つある。しかし1929年にセリエ A が創設される頃には王子の勢いはなく、セリエ A は1934から35シーズン、セリエ B は1947から48シーズンを最後にカイディビジョンに降格。1978から79シーズンに、 新設されたセリエ C2 に再編されて、以降は、セリエ C2 と D の間を行き来する状況が続いた。2009から10シーズンは、複数クラブの合併によって、2006年に創設された、ベルチェッリ第2位の、クラブ AS、プロベルベデレベルチェッリガレがレガプロセコンダディビジオネに、昇格し、ベルチェッリダービーが実現。ところが、シーズン終了後、 プロベルチェッリが財政難で翌シーズンのリーグ登録から除外される事態に陥った。そこで両チームが合併し新たに FC プロベルチェッリ1892が誕生。かつて7度のリーグ優勝を誇る古豪プロベルチェッリの歴史を残したままベルベデレのリーグ参戦権でレガプロに残留するという解決策を図った。生まれ変わった新チームは わずか1年でレガプロプリマディビジオネに昇格。さらに、昇格した2011から12シーズンは、ジローネへの5位で、リーグ戦を終えると、4クラブで争われた、プレイオフに勝ち抜き、2012から13シーズンより65、シーズンぶりに、セリエ B で戦うことになった。なし、プロバーチェリー、イルマルケオバーラプロベルベデーレ。 トゥットレゴプロ、http コロンスラッシュスラッシュ www.tutol.com e スラッシュアクション、イコールリード&、イドの主人アイコール15092013年1月20日、閲覧。プレイアウトに敗れ降格となったが、再び三部に登録された。プレイオフで敗れたが、翌シーズンは三部に登録された。 新型コロナの影響でリーグが途中で打ち切られた。ありがとうございます。